い、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はブラックナイロン弦、これをロージー仕様にしたい時に使う4弦ですね。どういうものがいいんでしょうかという質問にお答えしたいと思います。ロージーっていうのはそもそも4弦をですね、通常のレギュラーチューニングよりも太い弦にしてオクターブ低い音を出すんです。そのままハイ G と同じ弦を緩めて低いオクターブ低い音を出すんではなくて太い弦に張り替えるんですね。で、この太い弦はプレーン弦と言われる1弦から3弦までと同じ素材のまま太くなった弦と、あとは巻き弦と言われるラウンドワウンド弦とも言われるんですけども、ギターの低音弦のようなこう芯にポリフィラメントと言いまして、細い糸をずっと束ねたものの上にこう金属的な素材で巻いてある巻き弦と言われるものがあるんですね。まあそれにはそれぞれの特徴がありまして、プレーン弦の4弦はなんとなくこの音の混ざりがいい感じなんですね。で、ラウンド弦っていうのはそれに比べて割と金属的な音が出まして、若干違和感もあるんですが、しっかりとした、よりしっかりとした低音が出るんです。プレーン弦を太くすれば太くするほど音がこもりがちになるんですね。プレーン弦の太い4弦を張るとどうしても音がこうこもったようになる。それが苦手な方はラウンド弦、巻き弦を使用していただくといいと。で、巻き弦のザラザラしたこの指触り、それから指を動かすとキュキュっていう音が鳴る、この音が嫌な方はプレーン弦を使っていただけばいいというのが、まあ4弦のロージーなんですね。で、今回お話ししたいのはブラックナイロン弦なんです。で、ブラックナイロン弦の4弦、BJ の記憶が確かならば4弦のプレーン弦、ブラックナイロン弦は売ってないんですね。もうブラックナイロンになりますと4弦はソプラノ用でもコンサート用でも巻き弦、ラウンド弦が設定されてるんです。フロロカーボン弦では売られてるんですが、ナイロン弦にはないんですよね。先ほど言いましたように音がこもる、この症状がナイロン弦には強く出るんです。で、フロロカーボン弦はわりかしまあ4弦ぐらいの太さだったら、プレーン弦、巻き弦ではなくても耐えれるぐらいの音が出るので、フロロカーボン弦にはプレーン弦の4弦が存在するんです。ロー G の4弦ですよ、太いのが存在するんです。じゃあナイロン弦でしかも巻き弦が苦手な方、さあどういう弦を使えばいいでしょうかというのが今回の話なんですけども、ちょっと前の動画でアクイラのレッドシリーズという銅が配合された、ちょっと巻き弦に似たような素材、普通の巻き弦ほどキュキュキュっていう音が入らない、かなり軽減されてプレーン弦に近い素材のものがあるんですね。それを貼っていただくという選択肢もあるんですが、今回のお話はそれではなく4弦に釣り糸ですね、フロロカーボン弦を貼ってみました。 1,2,3 弦はブラックナイロンなんですけど、4弦をフロロカーボン弦にしてみました。そうしますとバッチリと DJ の好みに仕上がったんですね。実際の音聞いていただきましょう。巻き弦ほど、目立たないけどもナイロンと違う素材、フロロカーボンのしっかりとしたこう音が前に出てくる感じで、低音もいい感じでまとまってないですか。4弦だけがこう悪目立ちするっていうんですかね、4弦だけドーンと響いてくるわけではなく、バランスがすごくいい。しかも 1,2,3 弦がブラックナイロンですので、ブラックナイロン独特のこの甘い音を残しつつしっかりと低音がいい感じに響いてないですか。ちなみに
に使った4弦は有力マグロ力と書きますフローローハリス、これの30号と28号、どちらも試したんですけど、細めの28号の方ですね、それの方がこのウクレレにはぴったり合いました。ちなみに1、2、3弦は1000円のブラックナイロン使ってるんですけども、それとテンション的にも同じ感じです。ですので弾いた弾き心地違和感なくですね、4本とも同じ感じのテンションで、押さえる方も左手の方も同じような感じで押さえられます。でナイロン弦っていうのは太くなればなるほど音程がずれやすいんですね。ちょっと強く押さえたら音程ずれやすいんですけど、フロローカーブンはそれに比べて強く押さえても音程が変わりづらい、まあ変わるんですけど、ナイロンに比べたら変わりづらいということで、4弦が音程が安定するという良さも兼ね備えてて、これは実はすごいいいバランスなんじゃないでしょうか。見た目がちょっとですね、パッと見るとあれ3本しか張ってないのっていう風になるかもわかんないですが、すごくいい感じに響いております。まあこのユーリギっていうフロロハリスですね、 25m で販売されてますので、通常の方は 25m なんかあのロージーで買ってもですね、多分一生かかっても使い切れない、一人では使い切れないぐらいの量になります。まあ長さが 25m ですからね、あの 25m プール端から端まで届くぐらいの長さありますからね、それをこれ1回でこれ取って3ヶ月に1回変えても 25m 使い切るには何年かかるでしょうかという話になってくるんで、そんなに必要ないという方はワースのロージーとかですね、フロロカーボンのロージーを貼っていただくと同じような効果も得られるんではないでしょうか。ただこのロージーの問題、いろいろ BGM 試してるんですが、ウクレレによって合う合わないがあるんですよね。弾くあなたのお好みもありますから、実際試していただいて気に入るかどうかはあなた次第というところだと思います。ただ BGM はこのセッティング気に入ったので、他のブラックナイロンのウクレレもロージーをこちらに貼り替えたいと思います。はい、これでブラックナイロンのロージー事情、これも安定してくるんではないでしょうか。巻き弦以外の、選択肢も出てくるかと思います。はい、ということで BJ のウクレレ講座は以上です。今回お話に出ました弦、フロロハリスなどにつきましては動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますので、詳細はそちらで確認いただければと思います。ということで BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い今僕は忘れない、いつもいつまででも♪